アコです。本日はようやくこいつ届きましたので開封の儀やっていきたいと思います。こちらです。ね、開けていきたいと思います。もうね、タイトルにある通りでございます。この時期、私が開封の儀をするといえば、あれですね。いやー、今回ね、仕掛けを。ほら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 、見える?見える?見える?ピント合ってるかしら?後でちょっとチェックしないとわかんないわ。今回ね、そう、発売日、予約開始の時に、全然予約が取れなくって、で、20分ぐらいずっとアクセスエラーで弾かれて、ようやく買いました。こちらです。iPhone15 Pro Max です。で、今回ね、初めてね、容量512にしました。今まで、ずっと2頃とかで来てたんですけど、2頃にしてても半分も使ってなかったんだけど、今回ね、ちょっと512に背伸びします。開けていきます。ね、後ろのね、ここを。もうこの瞬間が楽しいの、私。これペロンと剥がして、上も剥がします。そう、今回ね、初めて Apple Store 直営で買いました。まず開封。おお。今回ねホワイトを買いました。綺麗だね。でもね、私その前の11がホワイトだったんで、久々のホワイトです。ちょっと待って。原因分かって、オートフォーカス切れてた。はい。ね、この。感じがたまらない。いやだ、私前半全部ボケてんじゃん。そしたら、もう開けちゃったからこのまま行くわよ。ね、背面、これもね、まあ、今。気持ちいい、サラサラ。変態か。開けます。ペロン。綺麗。フィルム貼りますが、ちょっと先にも裸の状態で遊びます。後でね、カバーつけちゃうんでいいです。じゃあちょっとその前に付属品の紹介していきましょう。はい、今回からね USB-C 端子になりましたので、合ってるかな、ライトニングじゃない iPhone ケーブルっていう意味だと、ある意味久々ですよね。昔のあの古い iPhone のね、ケーブルあった時からライトニングが切って、その後 USB-C になりました。そう。ね、ライトニングすごいいろいろ言われてるけど、私はライトニングは嫌いじゃなかったんだよね。もうずっと iPhone 使ってるから、家中ライトニングケーブルだらけだし、むしろ今回このケーブルが変わったおかげで、ライトニングケーブルがAirPods しか使えなくなっちゃって、すごい困ってます。あとは、こちらのね、一緒に入ってる、ご案内。デザインバイアップルインカリフォルニア。ですね。こちらに、シムピン。そして、アップルのシール。アップルのシール何に使うかっていうと、私スーツケースとかに貼ってますね。スーツケースに貼ったりとか、あと何に使う?あと、この部屋のドアにもでかいアップルのシール貼ってあります。じゃあちょっと電源入れてみましょうか。おっと、来たー。こんな感じですね。もう、こっから先私今使ってる13の方を、すでに、最新の iOS に変えちゃってるんでね。沈みがちょっとない。いやー、届いたよ。で、ちなみにまあ、大きさと重さなんですけど、これが今まで使ってた13 Pro です、これ。で、今
回はプロマックスということなので、大きさ自体は、こう、一回り大きくなりました。久々に大きくなりました。重さに関してなんですけど、iPhone の13 Pro が、203g。で、15 Pro Max が 216g。なので、13g の差なんですね。13g の差なんですけど、やっぱり大きさの違いがある分、どうしてもこっちの方が軽く感じます。なので、今までプロを使ってた人たちは、そんなに違和感ないかも。まあ、プロからプロに移行すると、すごい軽くなった気がすると思います。開封終わって電源まで入れました。あとはね、ちょこっと、もう、いろんなところで違いやってるので、違い簡単にいきましょう。まずね、このカメラはね、パッと見そんな変わんないです。そんな変わんないと思う、カメラ自体は。あ、出っ張りもそんな変わんないかな、と思う。で、大きな違いがまず一つ目。このね、充電の端子。ライトニングから、まあ、何度もお伝えしてます通り、ライトニングから USB-C に変わりましたということでね。で、次に、この、消音ボタンが、今までの、ここが物理的に、この、パチッパチッっていう、このボタン、パチッパチッって動かしてたのが、押すだけのタイプにね、変わりました。押したらサイレントとか、どっちかって切り替わってくれるから、まあ大丈夫かなとは思います。最初はね、ちょっとそこ心配したんだけど、お値段についてなんですけど、まあ、これ私が買ったもの、私が買ったタイプのみでちょっとシンプルに比べさせていただきます。iPhone の15 Pro Max なんですけど、512GB を、まあ、Apple Store だったりとか、その他、電気店の iPhone のコーナーで、SIM フリーで購入した場合なんですが、こちらが219,800円とか、そんなお値段で購入ができます。で、一方、携帯のキャリアで購入した場合っていうのが、各キャリアによって価格が異なります。まず一番高いのがドコモ。ドコモが273,680円でした。で、次に au、267,100円。ソフトバンク266,400円、楽天268,000円とね、まあ、大体は4万円から5万円ぐらい、まあ、お値段変わってきますね。お値段が違うだったら、普通のね、電気店とかで SIM フリー買った方がお得だよねって思うところもあるんですけど、キャリアで買うと、まあ、それぞれ買い替えプログラムとかをやってたりするので、支払い方法を48回払いにして、で、2年後に機種を返還すると、24回目のところで支払いがストップされますよとかっていうような、で、残りは支払わなくていいですよっていう、まあ、下取りですね。実質下取りをしてくれるのがキャリアの、まあ、買い替えのプログラムがあります。で、電気店で買うと、まあ、一括払い。もしくは、クレジットカードの分割とかになります。Apple で買った場合なんですけど、これはね、Apple の場合も、ちょっと下取りプログラムに近いのがあって、Payday を使って購入する方法があります。Payday だと、36回払いを選ぶことができて、2年後に、下取りに出しますよ、返還しますよってすると、そこで24回目で支払いがストップできて、で、なおかつその下取りの金額の方が残額より高かったら、次の機種の購入の時にその残額分当てられますよっていうようなプランをアップルさん独自でやってます。まあ、なので、普通のキャリアの買い替えプログラム的なやつをアップルやってるんですけど、Payday は申し込んでいきなりiPhone が買えるほどの予診枠多分ないと思います。変えて、せいぜい
iPhone15 なのかな、ペイで使い始めたのが結構前なので、私もちょっと自信がないんですけど、多分そのアップル専用の分割プランの予診枠と一般の予診枠を足した金額が、今回私が買った、プロマックスの512ギガ分だから22万とかの予診枠が最初からある人ってほとんどいないんじゃないかなと思います。とそのアップル製品だとか、もしくはアマゾンで使ったりとか、他のところでね、ペイで使えるところで使っていくうちに、少しずつその予診枠っていうのが広がっていくので、それでね、iPhone が20万30万もう極端な話、 iPhone が30万になっても買えるくらいの予診枠を開けとこうっていう感じで、少しずつ少しずつね、2年間かけて買い物した結果、まあ今回はペイデイで買い物ができました。まあ皆さんいろいろ買い方はあると思うんですけど、実際普段からペイデイ使ってて予診枠、アップルの専用の枠と合わせてたくさん待ってるよっていう人は、もしかしたらキャリアで買うよりお得かもしれないので、チェックしてみてくださいね。ということでね、本当にすごい、もう購入が出遅れてしまったという悲しい事実がありますので、今回は本当に開封の儀のみとなりますが、まあ、2年に1回のイベントなのでお届けさせていただきました。またよかったらね、見てください。それでは。